はいブラブラ YouTube はいはいわれはい京都に来ておりますよねえ、はいうん、まあ玉山系のね、まあ、嵐山の奥ですね参比、はい、と呼ばれるね、うん、まあ高尾まあ牧野とがのというところで、うん、まず長寿ギガで有名な河さんさん河お邪魔しまして、はいうん、そしてこちら南丹の空海 はい、大師が、ここに住所を勤めていたという神戸。神護寺。神護寺ですよね。はい。すごい二つでしたけどね。その二つでした、いかがでしたか。うん、いや、なんせ、すごい二つなのに、空いてるっていうのがいいですよね。<laughs> あの、すごくないですか、日曜ですよ。<laughs> すね、日曜の。今、こうやって、ねはい。教えたくないね。ねいや、あのね、知ってるんだよ。みんな知ってる、みんな知ってて、で、ここまで、紅葉の時に来るんだけどね。<laughs> だけど、寺なんい今日はあのね高三寺でね龍谷大学の野先生もおっしゃってましたしそれから神保寺のね谷内ご住職もおっしゃってましたけど実は新緑の時がいい。 実実際際そそううだったでちゃんと涼しいしそういいと思う空いてるし涼しいしねでちびっ子は川で遊べるしね。あるし。ですごいお宝あんだからねいす大人はもう大変な国宝をたくさん体感することができましたけどもねまあほんと秘境っぽくもまた場所も雰囲気もいいし。はい。

あの一番感動したのは寄付金を山口玄堂さんですね。はい、金持ち役終わってほしいという。いや、素晴らしいですね。いいことしてますね。いいことしてますよ。いいお金の使い方してると思いますよ。ぜひぜひ、ね、今ご覧のお金持ちの方がいらっしゃったんですね。こういうことにお金を使っていただきたいなと思います。令和の寄付を募集。はい。 とい「ブラブラ美術博物館京都高三寺と神保寺」は水曜日の夜10時からの放送でございます。ぜひご覧ください